東京小金井市でシンガーソングライターの女性が男性に刺されました。この報道で容疑者の名前を自称何がしという形で紹介されました。これについて作家の武田恒康さんがこのようなことを言っています。自称ということは本名ではないということ、なぜ本名で報道しない、ここが日本のメディアのおかしいところ、臆する必要はない、本名で報道すべき、これは私の憶測だが容疑者は日本国籍ではないと思われる。報道された彼の名前は非常にありふれた日本の人の名前だったんですけれども、報道時に自称とされたことによって、武田さんは外国人の通名ではないかというふうに疑ったのです。ここには大きく2つの問題があります。まず第1は、警察発表で自称というときには、例えば自称コピーライターとか自称作家とか職業もそのように言うときもありますし、それから自称山田何がしとか田中何がしとか、これはその容疑者が語ったものが本当かどうか、その証明や裏取りが取れてない段階での発表のこと、これを自称と言います。ですから彼は自称ということを間違って捉えています。2つ目の問題は、この時に自称といったものを外国人の通称名というふうに決めつけただけではなく、報道はそれを知っていて隠していたというふうに彼が思い込んでいることです。武田さんはかつてテレビで在日特権はあるというふうなデマを口にしました。で、これはその時特権として挙げていたのは、私のような旧植民地出身者、在日コリアンは通称名があって、そしてその通称名は、素性を隠すことができて犯罪がやりやすいという在特会が流したデマをそのまま彼は信じて、口にしたわけです。私を含め旧植民地出身者の人たちは日本名があります。これは歴史の過程の中で創始改名といって、日本名を強いられた結果としての今があるわけです。で、今私たちは民族名であっても日本名であってもどちらであってもそれは公的機関の書類は通るようになっています。そのような歴史的な経過の中で使われてきたということを彼は知らないようです。この通称名を使っている、もしくは自称といっただけで犯人は外国人でありというふうに考えてしまうこと、これはもう病的な外国人嫌悪でしかないわけですね。ヘイトでもう頭の中でいっぱいになってしまうと、報道でたかだか自称と言われた言葉ですぐこれは、外国人だというふうに思い込んでしまい、そして犯罪をするのは外国人であり日本人はそんなことはしないんだというふうに思い込みたい、もしくは言いたい、それこそが日本の社会の病理であると私は思います。シリーズヘイトとは、新都合がお届けしました。